ダムロン・ラーチャー・ヌパープ王子ダムロン・ラーチャー・ヌパープ王子は、タイのチャックリー王朝の5代目のチュラーロンコーン、ダイオーイボテで、ラーマ5世に、最も徴用された人物である。名門、ィッサ君家の子孫でもある。略称は、ダムロン王子。印象1862年にラーマ4世の57番目の子息として誕生した。少年時代は、王宮英語学校に学び、 王族の中でもズバ抜けて高い英語力をつけ、外文書籍を幅広く読み、在体外国人との交流も広かった。そのため、非常に高度な近代西洋的思想の持ち主であった。ラーマ5世は、当時、チャックリー王室を牛耳っていた、文ク家の独裁を嫌い、西洋化によってこの一家の勢力を移送しようとしていたが、ラーマ5世の この需要とダムロンの思想的な供給が一致し、ラーマ5世はダムロンを徴用するようになった。ラーマ5世の行った着リー改革においては非常に大きな位置を占め、教育改革からモントン編成まで大きく関わった。1910年にラーマ5世は放御したが、ダムロンはその後即位したラーマ6世との中はあまり良くなかった上、 政治上の意見の食い違いから政界を引退した。しかし、持ち前の博覧狂気を活かし、国立図書館、国立博物館などを設立した。また700以上にも及ぶ大使関係の著作を発表し、今まで常慢に知るすだけの形式だった大使研究を近代学問のレベルに高めた。このためガムロンは後に大歴史学の父と評された。その後、 立憲革命により王族の立場が悪くなると、マレーシアのペナン島に亡命したが、第二次世界大戦において、1941年にペナン島が日本に占領されたため、大政府の意向で翌年帰国。その1年後の1943年12月1日、バンコクの自宅、ウォーラディット宮にて生涯を終えた。カッコ内は、大仏歴。ありがとうございます。